二酸化炭素を充電したら、はい、5% の二酸化炭素を入れてまして、でそのこの、培養液と基礎の二酸化炭素の間で平行になりまして pH が保たれるという仕組みです。あ、なるほど、そういうことですか。で、カクカクした敷石状の細胞が見えています。うわ、綺麗なこれ。